よくできました。素直でいい子、いい子。そもそも、この夢の中では、私に逆らうこと、できないんですけどね。私の体、あったかいですか？ふわふわの体が全身を包んでるみたいで、お風呂にいるみたいでしょ？サキュバス特有の甘ったるい匂い。しますね。それでは、今から、お耳のマッサージと、耳かきをさせていただきます。最初は、温かい布巾で、お耳を温めて差し上げますね。いいですか？お客様のお耳、かわいい形をしておりますね。耳の入り口をゾゾゾって拭いて、お耳の裏もちゃんとキュッ。気持ちいいですね。はい。反対側のお耳も失礼いたします。はーい。それでは、おしぼりを新しいのに変えて、ウキウキしますね。
身の回り、あんまり洗うことってないだろうから、バッチーノ、きれいきれいしましょうね。お近くでお顔を見ると、もっと可愛いですね。動いた。私にお耳をふーってされてびっくりしちゃいました。追い出してごめんなさい。でもお耳ふーってされるの気持ちいいですよ。しますね。いきますよ。そっちから来るとは思いませんでしたか？申し訳ございません。ちょっぴりいたずらしすぎちゃいましたかね。それとも、もっといたずらしてほしい？はい、お耳ふきふきはおしまいです。次は、耳かきしていきましょうか。お客様、さっきからささやかれるのがお好きみたいですから、耳かきで丁寧にお耳の中をゴリッゴリッてしてあげながら声で癒して差し上げますね。はぁ、耳かきをお客様のお耳にゆっくりゆっくり入れていって、この瞬間がドキドキしますね。お耳の中、優しく、かき、かき。
お客様、あんまり動かないでくださいませ。お耳、気持ちよすぎて大変ですか？だったら、私がもう片方の手で、お客様、お耳敏感ですね。もしかしたら感度がいいんですか？そっか、敏感なんだ。へえ、そうなんだ。今からお耳の奥まで耳かき入れるから、本当に動いちゃダメですよ。
内側の耳かき、おしまいです。それでは、次は反対側の耳を。失礼します。まずは、お耳の入り口のところを、お耳の中を耳かきで優しく なんで
耳拭きしますね。お客様、かわいい。はい、耳かきはこれでおしまいです。もうお客様、そんな寂しそうな顔しないでくださいな。耳かきはこれでおしまいですけど。今からお耳をもっと可愛がってあげます。